皆さんこんにちは、かよです。今日はジオラマの最終段階になる木を作りたいと思います。台風の音がすごいです。木のイメージはこのキャッスルの後ろからこう上からこういうもっふりもっふりくるようなイメージで作りたいと思っています。で、ちょっと試作品なんですけど、こんな感じの枝を針金で自作してみました。で、もうちょっとこう大きく増やしていきたいと思いますので、今からこの試作品作った手順も踏まえてやっていきたいと思います。今回準備したのはアルミ針金の 1.5 ミリと 0.7 ミリです。色はとりあえずなのであまり気にしないでください。大体の長さで揃えて数本切ります。裾をねじります。こんな感じで。アルミワイヤーは柔らかいのでやりやすいです。そして適当に裾の方から分けて、ねじります。こっちの 0.7 ミリもある程度切って揃えておきます。ここでフラワーテープというものを巻きます。フローラルテープっていう名前でも呼ばれてたりします。これをある程度の長さで切って、これどっちも今ベタベタしてないんですけど、ちょっと伸ばすとベタベタします。これを貼って引っ張りながら巻きつけていきます。はい、というわけでこんなに作ってみました。4つに分けて作ったので、これをさっきみたいに重ねて1つにしていきたいと思います。これが一番大きいので一番後ろ、そしてこれが真ん中で、
左的なこんな感じですね。ここを中心をまたあのフラワーテープで留めていきたいと思います。今私が作っているのは広葉樹林という木の種類になるんですけど、広葉樹林と針葉樹林っていう2つがあって、その2つの違いは木の形だったりするんですよね。木の形というか葉っぱの形で木の雰囲気が変わるっていうイメージでしょうか。広葉樹林の方は丸くこうふんわり出来上がる木っていう風な私は認識なんですけど、その雰囲気を出すために今適当に作ったあの木の分裂したものを合体させて、一本の太い幹からちょっとずつこう枝分かれしている感じを今テープで合体させながら形を整えて、広葉樹林の木の土台にしています。もっと最初からそういうのを分かってて作っていたら、こんなに後付けであのぐるぐるテープでミイラみたいにしなくてもよかったかもなんですけど、まあ、今回も行き当たりばったりで、あ、そっか、あ、そっかって思いながらやってるので、このフローラルテープすごい量使ってます。こんな感じです。この360度っていうよりかは、私はあの半面だけ見せるような感じで今作ってるので、前面から見たイメージだけでこの木の幹の幹というか幹から枝の骨組みを作りました。あまりのスタイルに干して、干してじゃない、刺して土台にしたいと思います。それじゃあこれにジェッソを塗っていきたいと思います。木ですけど、じゃん、こんな感じでジェッソが固まって、一応全体白で統一してみました。まだこう針金が巻き巻きの状態とかが見えてるんですけど、一応木の枝が生い茂るような形になるので、まあ、そこまで気にならないというか、それが見えなくなるぐらいまで葉っぱをつけたいなっていうふうに考えてます。はい、そこでその葉っぱの付け方なんですけれど、一番問題点なんですね。イメージとしてはこうブロッコリーみたいな、あの日立の CM に出る気になる木みたいなイメージでいきたいんですけれど、できるだけリアル感を出したいと思っています。で、まあプランを考えてみました。まず A プランはもうあの皆さんよくご存知のモフモフターフですね。電車なんていうの、電車が走るジオラマみたいなやつ、あれによく木とかで使ってある素材です。スポンジのグリーンを細かくちぎって砕いたみたいな感じのものを、ボンドと一緒に貼り付けてモフッとさせるやり方が、まあ、一般的に多いですね。プラン B、
プラン B はですね、一般的には普通に手に入るかわからないんですけれど、これです。これわかりますか？見たことある人、まあ、ほぼないと思うんですけど、多宝毛もしくはすき毛という素材なんですね。美容師さんが女性側のセットアップ、髪の毛のをするときに、森を増量するときに中に詰め込む素材なんですけれど、まあなんかなんて言ったらいいですかね、じりじりのくせ毛の人みたいな質感の繊維になってます。これがこう薄く伸ばすことができて、好きな状態にちぎれる。でこれをふわっとかけた上に、まあ、もっと細かいターフを乗せたり、それともこう人工的に作った葉っぱを乗せたりとか思ってます。それが B プラン。あ、だんだんあの A から下に下がるにつれてリアリティ増してるって思っててください。そして私の本命は今から話す C プランです。はい、 C はですね、これもジオラマでベタな素材、ライケンですね。なんか何とも言えない形をしていますけど、水苔の一種らしいです。で、水苔が乾燥している状態がもうこの状態らしいんですね。これをこう細かくほぐしていくと、こんな風な、こういう感じになります。なんか枝っぽいですよね。よく写真とかで見るのは、もうそもそもこれを葉っぱに見立ててこうボッとつけてある、針葉樹林の表現によく使われるんですけれど、今回私はこれを枝に見立てたい。で、モフッとした状態を作りたいので、この針金でたくさん枝分かれさせましたけれど、これをさらにもっと細かく枝分かれするためにライケンを一層引いて、その上に今度はターフではなく、よりリアリティを出すために乾燥パセリ法を使いたいと思います。ただこれにはリスクがいくつかありまして、ライケンなんですが、これプニプニしているんです。こう横にしてペロンって垂れちゃう。でも木の枝になるとビシッとしてほしいんです。ビシッと、そのこのポロンって垂れるのがちゃんとこうビシッとカチッとなるのかっていうところがまず一つの問題点。あとは乾燥パセリって言いましたけど、乾燥パセリはよく割と使ってある方がいるみたいなんですね。いろいろなもので紹介はされているらしいっていう情報を見つけました。でも弱点があって、乾燥パセリはやっぱり天然素材なので色褪せが早いっていうのが弱点なんですね。なので乾燥パセリをパラパラっと巻いていい感じに木みたいになっても、時間が経つと枯葉のように茶色くなってしまう。枯葉がつくのはちょっとせっかく海面いい感じに常夏な雰囲気にできたのに枯葉はないよなって思うので、できるだけ色を褪せさせたくない、新緑の状態でいたいっていう思いがありますので、まあ、そこの対処。今ライケンをカチカチにする手段は、まあ私の考えとしては木工用ボンド液、薄め液につけて逆さ干しにしてはどうかなと思ったりするんです。ていうかそれしか思い浮かばないあと、パセリの色褪せの対処なんですけれど、まず乾燥パセリを脱色してみようって思ったんです。色褪せを防止するために一回花を脱色するらしいんです。脱色できるんかいって思ったんですけど、できるみたいです。しかもキッチンハイターでそしてそれで自然のグリーンをまず抜いて白にします。
白にした後に今度はこの洋服とかの染料、まあ、昔から有名なのはダイロンなんですけど、私が買いに行ったお店がダイロンがなかったので違う染料を買ってきました。これです。日本製ソルメン、違う、ソメルンダイロンと、まあ、ほぼ一緒って言われたので、ダイロンでは染めている、染めて成功している例がちゃんとあるんですね。なので、まあ、これでいけるだろうっていう、今回もまだ成功かどうかがわからないっていう、なんかこう崖っぷちの感じでまだ突き進んでます。はい、そしてここまでうまくいったとしてもやっぱりこの顔料じゃなくて染料なので、あの UV に弱いんですね。顔料っていうのはなんか屋外とかの塗料に使われるものなので UV にも強いらしいですけど、染料というのは洋服の色が褪せやすいものとかがこういう染料で染めてあるものなんですけど、まあ洗ったらすっごい色が褪せたり落ちたりしますよね。なのでとにかく UV に弱い。それをどうするかっていう部分で、こちらの同じメーカーが出している色止め剤っていうものがありました。これがどのくらい色落ちを防止してくれるかは謎ですけれど、まあ、皆さんもこの動画を実験的な目線から見てください。最悪プラン A になりますというわけで、これからプラン C を頑張ってやっていきたいと思います。それでは皆さん、またね。バイバイ。